皆さん、おはようございます。エベボーチャンネルです。本日は8月29日日曜日でございます。えー、せっかくのね、土日が台風でね、予定狂ったという方も多いかと思います。まあ、そんな時こそね、エフェクターボードをね、構築して、えー、音楽三昧のね、一日にしてまいりましょう。えー、さて、本日はね、嬉しい報告を2つ。えー、昨日ね、ツイッターの DM で連絡があったんですけども、えー、高校生だったね、藤崎さんがね、進学されたということでね、えー、ライブ、えー、この8月にありますということでね、え、成長した姿を見てくださいということで連絡がありました。えー、定調にね、お断りさせていただきまして、<laughs> 忙しいんだよね、エ さんね、<laughs> なかなかちょっと、あの、個別にね、いただいたライブは、あの、すべてお答えさせていただいておりますけれども、えー、でもね、アイトっていうね、この3ピースのね、バンドをやっておりまして、あの、動画もね、拝見したんですけども、すごくね、頑張ってらっしゃるみたいで、えー、とっても嬉しかったです。で、あの、高校時代にはね、えー、3回ほど投稿いただいておりまして、えー、最新のね、えー、進学された後のボードも見てみたいので、ぜひとも投稿お願いしたいと思います。藤崎さん、頑張ってね。えー、それからもう一人ですね、地元、相模原市の AK さん、ベーシストさんがですね、やはりあの、高校生時代に、あの、投稿いただいてたんですよね。これアミボードですね。で、それがですね、コメントにあります通りお久しぶり 大学生にななってボードも大きくなりましたとということで、ね、投稿いただきまましたありがとうございますで AK さん面白いのはですね、なんとチューナーが3箇所に設置してありますって。自分でなんとって書いてあるところが面白いんですけど、なんか3箇所にもね、こう、チューナーやってこう、な、なんなんでしょうね。もう、チューニングがすごくね、気になる方なんでしょうね。実際にね、使ってるとこちょっと見てみたいなと思うんですけども、えー、こういう形でね、藤崎さんも AK さんもね、えー、進学されてね、えペボを忘れずにこう、投稿いただいたり、ご連絡いただけるって、すごくありがたいことだと思いました。ということでね、引き続き、ペボの方をね、楽しんでいただきたいというふうに思います。 えー、それでは素晴らしい日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。